センターバックの2人、上高186センチ、樋口ヘディングシュート、突き刺しました、中央で上田、鹿島2点目、ドンピシャヘッド、上田今シーズン2ゴール目。いや、ヘディ樋口のキック巻いてくる、鈴木だ、鈴木のヘッド、鹿島3点目、鈴木は今シーズン10ゴール目、またしてもコーナーです、コーナーから今度は鈴木、札幌は痛い3失点目、大きな3点目が入りました。いや、ちょっと時間帯が札幌に傾きかけてたので、この点は大きいですね、鹿島からすると。